どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ガチャを引いていこうと思います。今回のプランは、そうですね、新しいガチャの10連だけですね。あとは、48時間限定初心者応援ガチャ。優勝1回限定 SSR キャラ1体確定ということで、金神門と金無垢のピースが各25枚付きということで、これは引かざるを得ないということで、ガチャを緊急にすることにしました。まずはね、ちょっと当たるかどうかはわからないですけども、明智の光ちゃんとね、比叡山子ちゃんを当てに行こうか、狙いに行きたいと思います。まあ10連だけなのでね、どうなるか分かりませんけども、さあ10連優勝ガチャいきましょう。では参ります。おミッドウェイがやってきて、何も振り返らない。しかしこれは期待ができる。金が2つ、そしてミッドウェイが素晴らしい成果でした。残念、忍法帳がねでしたね。残念だった。はい、では続いてこちらですね。本命 SS キャラがね、SSR キャラが1体確定ということで安心して引けますね。では参ります。さあどうだ、ミッドウェイは来ない、確定なのに来ない。さあどうだ、やはり一体ですね。さあ新キャラが出てください、お願いします。お天才、天才です。新キャラではないですけど、ありがとうございます。そうですね、来ました、ありがとうございます。2つね、2キャラ重複しましたけど、2キャラ来ました、ありがとうございます。これで育ちますね。ではですね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。